上。バイキン野郎は生意気にでかい図体しやがって。こっちが小さいんだっちよ。なに、そこでは我々の体が暴君の体を突き破ってしまう。目標、断然のナノバイオ兵器総員ナイト。ちょっと待て、なんだその体は。なんだ、びっくりさせやがる。俺てっきりお前の親父でも現れたのかと思ったぜ。ナノアクセルの効き目が切れ始めてるって話で十分びっくりだっちよ。へえ、こいつはいい乗り心地じゃねえか。悪くないっちな。気持ち悪い体の中を歩き回るのはもううんざりだったっちよ。ちょうどいい、このままバイキン退治としゃれ込むってのはどうだい大将。なるほど、確かにこのピースターの機動力ならあの標的との戦闘には有利かもしれない。ワンダフルワンダブルオー、我々はそちらの呼吸に合わせる。行くぞ。ナジャー、ワンダフルワンダブルオー&チューギーとその仲間たち、そしてピースター総員、アンリミテッドフォーム起動。
たまらず飛び出したか。ここなら思う存分暴れられるぜ。一気に肩をつけるぞ。アジャ総員ユナイトアップ。アジャ兵器バイキはどこだ。いたぞレッド、お前の足元だ。踏み潰せ。ここはバージンビクトリー号の中じゃよ。ゲスジャークの連中がお主の体内に注入したナノバイオ兵器を退治するためにここにいるみんなで大騒ぎしとったところじゃわい。我の体内に。害虫野郎はもう退治してやったぜ。俺はそのまま放っておいてもよかったんだがな。お前が寝てる間妹ちゃんはずっと手を握ってたんだぜ。妹。ここにいるみんなが兄貴を救ってくれたんだ。それに忠義たちも。なんだって。ダメだよ、まだ安静にしていないと。我々はワンダフルワンダブル王に義を果たしたまで、お前から受けた仕打ちを思えばすぐさまお前の息の根を止めてやりたいと。お前の犯してきた罪、これからも一生消えることはない。拾った命は己の罪と向き合うために使うんだ。もちろん我々もそうするつもりだ。では地球人の諸君、我々はこれで失礼する。忠義、協力ありがとう。君たちは高潔な魂を持った戦士だった。ありがとう。俺もう行っちゃうっちか。故郷の一日も早い復興を祈って。総員敬礼。貴殿らの行く先にも幸あらんこと。では宇宙の彼方の友よ、さらばだ。緊急事態発生。緊急事態発生。ワンダフルワンダブルオーは直ちに環境へ集合せよ。敵襲か。総員環境へ急行。まだ。マルガリータのプラズマ電子密度 53% に低下。
ブロッサムシティエリアで完全にダウンしました。ネルソン司令官、これは一体。マルガリータが機能不全に陥り、ブロッサムシティ全土に巨大なディフェンスレスホールが生じた。侵略軍の侵攻が始まるぞ。おい、あれを見ろ。大自然の脅威だっち。ママー、やはり奴らの標的は我々センチネルズの頭脳マザープラチナム。あの時と同じだな、妹。人球人たちももはや降伏するしか道はない。そんな。